気いっぱいね。いい感じだわ。ただいまより投票受付を開始します。
阪神競馬場に夏の日差しがいっぱいです。果たしてどの馬が夢をつかむのか。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、サイエンスズカかメイロブライトか。私の夢はミッドナイトベッドです。果たして先頭に行くのは、6番サイエンス鈴鹿がシャニムに後続馬を離しました、1番ゴーイング鈴鹿、その外からは5番カタノミラクル、内を通って2番エアグルーヴ、そしてその外にミッドナイトベッド、 AMO 嵐がその後ろちょっと離れて8番ローゼンカバリーであります。内を通ってスルスルとメジロブライトが上がっていきました。それからメジロドーベル、そしてその後ろからサンライズフラッグ、内から1頭ステイゴールド、第2コーナーから向こう流し、その後ろでやりましょうかシルクジャスティス。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭はサイレンス鈴鹿、機嫌よく行っているのかどうか。5番カタノミラクル、ゴーイング鈴鹿が並んでいます。外を通りまして、2番エアグルーヴ、それからもう1頭ミッドナイトベッド、そして6番手に10番 TMO 嵐でやります。ちょっと離されまして、7番メジロブライト、その外ローゼンカバリー、そしてそのうちにメジロドーベル、サンライズフラッグ、じわっと上がっていくシルクジャスティス。一番後ろに11番ステイゴールドでやります。6番サイレンス鈴鹿がレースを引っ張るようになりました。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。カタノミラクルは4番手といったあたり、サイレンス鈴鹿が抜け出した。サイレンス鈴鹿が大きくリード。サンライズフラッグが2番手、サンライズフラッグが差を詰めてくる。サンライズフラッグ先頭に立った。サンライズフラッグ1着、宝塚記念、勝ったのは12番サンライズフラッグだ。見返してやりましょう。1着10双番、2着双番、3着8番。レースを終えた馬が戻ってきたわ。気合い十分ね。いい感じだわ。はあ、いい仕上がりだわ。うん、いい感じじゃない。元気いっぱいね。いい感じだわ。ちょっと聞いてよ。大波乱を巻き起こしてやるわよ。ただいまより投票受付を開始します。
世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。12ハロンの欧州上半期の最強馬決定戦、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。4番肩のミラクルが上がってまいりました。ハッピーバレンタイン、外から行こうというところ。6番スウェイン、それから2番ロイヤルアンセム、そしてその後ろからシルバーペイトリアーク、3番ハイライズがこれを追う展開になりました。外から1頭5番ロマノフ、レイラミ、8番リスクマテリアル、流れるようにレースが進んでおります。ハッピーバレンタインがレースを引っ張るようになりました。その後ろ5馬身くらいあって肩のミラクル、奥の頂点のコーナーに差し掛かります。それからもう1頭スウェイン、そして4番手に2番ロイヤルアンセムであります。それから足毛の馬体シルバーペイトリアーク、そのうちにハイライズ、そして外からは5番ロマノフ、1番レイラミ、そしてしんがりからリスクマテリアルであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。6馬身くらいの差をつけてハッピーバレンタインが先頭です。ちょっと離されまして肩のミラクル、その外スウェイン、そして4番手にロイヤルアンセムであります。その後ろ3馬身くらいあって9番シルバーペイトリアーク、そして内からは3番ハイライズ、もう1頭ロマノフ、そしてその後ろからレイラミ、この辺りちょっと離れている8番リスクマテリアル。上半期の欧州最強馬の称号は果たしてどの馬が手に入れるのか。ハイライズまだ後方を捉えられるかどうか。前の馬、さあ先頭はハッピーバレンタインだ。5馬身リード、ハッピーバレンタインだ。抜け出した、この馬は粘れるか。ハッピーバレンタイン、外からはハイライズが来ている。ハイライズが差を詰めてくる。先頭は7番ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン先頭、内ハッピーバレンタイン、外ハイライズ、内か外か、2頭の争いになった。次は見返してやりましょう。レースを終えた馬が戻ってきたわ。